1566年、美濃を平定した織田信長は、天下布武を掲げた。この言葉の天下とは、日本全国を指す意味ではなく、畿内を意味し、室町幕府の再興を目指すことだったとされることもあるが、この世界線の信長は違った。自らが頂点に立ち、天下統一を果たそうとした。そして、その考えを家臣や盟友たちに示したのである。自らの考えを明かすことで、目標に向けて家中を結束させようとする信長の狙いであったが、その考えを知って、動揺する者も少なくなかった。その中でも特に、信長の盟友としてこれまで共に歩んできた徳川家康、浅井長政の二人は強い不信感を抱いたのである。その一人、徳川家康は、前将軍の弟で、流浪の美濃足利義昭より協力を求められた際、協力する旨の返事を出していた。この世界線の家康にとっては、それは建前ではなく、本心だったのである。その気持ちに反する信長の考えは、旧体制の全てを破壊して自らが天下を治めようとする信長の考えは、家康にとって、到底受け入れられるものではなかった。もう一人の浅井長政にとっても、信長の考えは賛同できるものではなかった。信長は天下布武の名のもとに、浅井家の盟友である朝倉家に対して侵攻を企てたからである。徳川浅井両名の、信長に対して日増しに強まっていく不信感。そんな二人が結びつくまで、時間はそうかからなかった。秘密裏に会談した二人は、信長打倒を掲げて盟約を結ぶことを決意。その取り決め通りに、家康は三河の地で信長に対して挙兵する。この知らせを聞いた信長は激怒し、自ら指揮して三河に兵を差し向けた。しかし、それこそ家康の思うつぼだったのである。徳川家康は、浅井長政との合流を優先するため、手薄となった美濃を強襲。後から信長に対して挙兵した浅井長政の助けを借りて、美濃全域を手中に収めることに成功した。一方の信長も、今日疲れて美濃を失ったものの、その巧みな采配によって、強固に守る三河の徳川勢を蹴散らし、三河全域を制圧した。一進一退の攻防を繰り広げた英傑たち。ここから、両者の戦いは新たな局面を迎えようとしていた。改めまして、皆さんこんにちは。今回の企画は、信長の盟友である徳川家康と浅井長政が手を組んで、信長に対抗したらどうなるのか、検証していきたいと思います。なかなか強引な設定だったな。浅井長政と徳川家康を同盟させたかったので、このような形になりました。シナリオは、1567年の天下布武。この信長が生き様を見よ。このシナリオは、ちょうど美濃を制圧して、信長が天下布武を掲げたところになります。しかし、冒頭の話にもあったように、この信長の天下布武に反対する形で、盟友であった徳川家康と浅井長政の両名が手を組み、信長に反旗を翻しました。それではご覧いただきましょう。徳川家康と浅井長政がタッグを組んだ世界を。新たな世、見せてくれよ。はい、このようになりました。信長が美濃を失った代わりに、三河を手中に収めている。乱世を乗り切ってみせよ。その反対に、家康が美濃を制圧して三河を失った。挙兵した家康が、浅井長政との合流を優先したため、このような勢力図となりました。結果的に、徳川家康の城が一つ増えて、織田信長の城の数が一つ減っています。この部、世に通ずるか試さん。浅井長政の勢力には変更がないんだな。そうですね。変更ありません。家康の所領についても、従来のまま三河と海で挙兵させても、それぞれ信長に括弧撃破されるのが目に見えていたので、今回のように調整してみました。それでは、徳川家康を選んでシナリオを開始していきたいと思います。いつか天下をこの手に。さあ、シナリオ開始後の世界にやってきました。観戦を始める前に、この企画における外交状況を確認しておきましょう。まずは、反信長で手を組んだ徳川家康と浅井長政に、永続同盟という意味での婚姻同盟を結ばせました。また、浅井家は朝倉家とデフォルトで6年弱の同盟を結んでいるため、徳川家と朝倉家も、約6年の期限付きの婚姻同盟を結ばせてあります。つまりは、6年限定で徳川浅井朝倉の三国同盟が形成されたのか。そうなります。さあ、これにて全ての説明が終了しました。
信長打倒を掲げて挙兵した徳川家康。それに激怒した信長が三河征伐を敢行し、三河全域を手中に収めました。しかし、その隙に徳川家康は美濃を強襲。信長も美濃防衛の兵力は残してありましたが、事前の手はず通りに浅井長政が裏切って、徳川家康に加勢したことで事態は急変。美濃は徳川浅井陣営によって落とされました。この結果、初戦は両者痛み分けで終わりましたが、徳川家康は浅井長政との合流に成功し、織田信長との対決に挑もうとしています。そんな両者の戦いはどうなるのでしょうか。徳川浅井同盟の行く末はどのような結果をもたらすのでしょうか。いつものように、プレイを AI に任せて見ていきたいと思います。ゲーム開始から2ヶ月後、早くも信長が動き出しました。徳川家康と浅井長政を討ち取りに行くかと思いきや、まずは伊勢の北畠家、そして長島の本願寺の城を攻撃するようです。徳川家康の背後には浅井長政と朝倉義景がいるからな。迂闊に手が出せないという判断なんだろう。ここで長島城が陥落しました。その直後、鳥羽城でも攻城戦が発生して落城。織田家の軍勢はそのまま北畠家の本拠地に乗り込むようです。その城もあっという間に攻め落としたぜ。さらに信長は、とうとう美濃今川家も攻撃する様子を見せます。その一方で、徳川家は飛騨に侵攻して、姉が高知家の桜洞城を攻略しました。織田家の今川家攻めはどうなるだろうな。今川家は武田家との戦いで疲弊して、出せる援軍がなさそうですね。あとは織田家の兵糧次第といった感じです。なんとか、兵糧が尽きる前に今川家の引間城を攻め落としました。伊勢の北畠家も滅ぼしている。一年と経たずに織田家は城を5つも攻略。さすがの強さだ。直後、織田家は再び今川家に進軍を開始して、今川氏真が籠城する掛川城を攻め落とし、今川家を滅ぼすことに成功しました。今川家滅亡から約半年後、織田家と浅井家がほぼ同時に軍勢を繰り出しました。しかも、狙う相手は共に六角家です。信長の方は一旦美濃の徳川家は置いておいて、先に上洛を目指そうとしているのかも。浅井家は観音寺城、織田家は伊賀上野城と亀山城を狙います。そんな中で、先に戦況が動いたのは浅井家の方でした。攻城戦の末に、観音寺城と日野城を獲得しました。その知らせを聞いた信長は、城の攻略を急がせます。その甲斐あって、伊賀上野城が陥落。続いて亀山城も制圧しました。織田家は城を2つ手に入れましたが、徳川浅井同盟側も同じ数を獲得しました。そして、共に上洛を目指せる位置につけましたね。それから3ヶ月後、上洛を目指す信長は、畿内で大きな勢力を誇る三好家と対決する前に、その三好家に侵入する筒井家から先に倒す作戦を打ち立てました。外堀から徐々に埋めていこうっていう狙いだな。ですが、織田家の軍勢は兵糧が枯渇してきて、ちょっと城攻めが厳しそうですね。あーっと、ここで事態が急展開となりました。信長を見限り、浅井長政と手を組んだ徳川家康が、筒井家に苦戦する織田家を目の当たりにして、ここぞとばかりに攻撃を仕掛けてきました。たちまち終わりが戦火に包まれます。浅井長政もこの動きにこうして信長を攻めるべきだけど、少し前に筒木谷城をめぐって三好家と戦っているせいで、参戦できずにいるな。それでも家康は独力で何とかしようと戦い続けます。そして、信長の方も負けじと応戦します。犬山城を狙う家康の軍勢は撃退されました。清洲城の方も、あの残存兵力では落とせないでしょうね。信長は家康を撃退してピンチを切り抜けました。危機を脱した信長は、再び視線を上洛に向けます。しかし、今度は筒井家を無視して、そのまま京を支配する三好家に戦いを挑みました。筒井家は侮りがたしという判断なんだろうな。織田家の上洛軍が、三好家の昇竜寺城を目指して一列で進軍していきます。三好家は先の浅井家との戦いで朽木谷城を失っており、信長はそれを三好家の弱体化と判断して攻めたものと思われます。だが、予想以上に織田家は苦戦しているぞ。と、ここでまたしても身の終わりで異変が発生しました。家康が再び信長打倒を目指して挙兵しました。今度は浅井長政からも兵1万を借りて終わりに攻め込みます。その間に、信長の上洛軍は三好家に撃退されてしまった。これは本格的に信長はまずそうだぜ。家康はこの好機を生かせるのでしょうか。しかし、今回も家康の軍勢は敗走させられてしまいました。
それから約半年後、織田家が次に攻めたのは、過去に一度攻撃に失敗した筒井家でした。三好家攻略は困難とみて、再び筒井家に狙いを絞りました。織田家の戦略がブレまくっている。そんな中で、ブレないあの男が再び立ち上がりました。徳川家康が三度信長に攻撃を仕掛けます。三度、信長の背後を狙って襲いかかってきた。織田家の筒井家攻撃はまた失敗になりそうです。最初は織田家も順調だったのに、ここに来て鈍化してしまったな。その中で続けられる家康による終わり進行。そして、ついに徳川家康が、織田家の城を攻略することに成功しました。三度目の挑戦で、犬山城が家康の手に渡りました。織田家は武田家の進行も受けていたのか。こうなると、さすがの信長でも防げなかったわけだ。それから約2年の月日が流れて、ようやく織田家は筒井家の高取城の突破に成功しました。あれから攻略するのに2年もかかったのか。そして、1574年、浅井家と朝倉家の同盟が終了し、停戦期間も終わりを告げました。その少し前に、徳川家と朝倉家の関係も終了しているので、ここからは、徳川家と浅井家だけの同盟になります。それから3ヶ月後、同盟から離脱した朝倉家に対して、徳川家康が攻撃を仕掛けました。朝倉家との関係が終わった浅井家は、この攻撃を承認する旨を伝えたそうです。徳川家は遠慮なく大野城に攻め込み、鹿の城を陥落させ、そのまま北の鳥越城に向けて進軍を続けました。勝利が誰のものか、風に問え。攻城戦の結果、家康は鳥越城を確保し、越前で勢力を広げました。それから1年の間に、越前を平定した徳川家。信長は筒井家を滅ぼして、三好家から雑賀城を奪い取りましたが、三好家側も諦めずに、雑賀城奪還を目指して反撃を試みてきました。そして、その動きに合わせて、徳川家も再び出陣します。信長の居城である清洲城、名古屋城を狙って攻撃を始めました。徳川家の攻撃は成功し、織田家から名古屋城を奪い取ります。機内でも、三好家が織田家の城を二つ制圧しました。筒井城と雑賀城のことだな。家康の攻勢は続き、ここで、長島城も確保しました。織田家の清洲城が、徳川家によって取り囲まれたぞ。家康は、かつての盟友、今の宿敵である信長と決着をつけるべく、織田家の本拠地、清洲城に大軍を向かわせます。そして、攻城戦が勃発しました。しかし、家康の城攻めは失敗。むしろ、敗北の影響で、ほとんどの城で同様状態が蔓延してしまいます。それを受けて、今度は上杉家が徳川家を狙って攻め上がってきました。その攻撃を、家康は浅井家の援軍の助けを借りながら防戦を続けます。と、ここで浅井家のくつき谷城で城攻めが発生。三好家が勝利を収め、威風の影響で、浅井家のくつき谷城をはじめ、他二つの城が三好家の手に渡りました。これは、徳川浅井陣営にとっては大打撃だぞ。せっかく織田家に対して優勢に戦えていたのに。清洲城での敗戦が痛かったですね。くつき谷城で手痛い敗北を食らった浅井家は、毛利家と三好家からの攻撃を受けて、織田家城に追い詰められてしまいます。そして、その城にも三好家が攻撃を仕掛けてきました。織田家城の耐久がボロボロになり、城兵も残りあとわずか、もはや絶体絶命というところで、徳川家の援軍が東から駆けつけてきました。それを受けて、三好家の軍勢は撤退を開始、浅井家はなんとか一命を取り留めました。三好家が追加で軍勢を出してこなかったのは、毛利家が攻めてきたからかもしれないな。実際のところ、その通りで、毛利家の猛攻を受けた三好家は、ほどなくして没落し、二条御所が毛利家によって制圧されることになりました。何気に、織田家が昇竜寺城を抑えてある。1579年、同様状態から体制を立て直した家康は、以下の武将に号令を発しました。清洲城を攻撃せよと、浅井長政からも兵を借りて、徳川家が進軍を開始します。おい、
西から毛利家の大軍が琵琶湖を渡ってきてるぞ。狙いは浅井家の小谷城だ。家康の清洲攻めは止まりません。ですが、浅井家を見捨てるという意味ではなく、いくつかの援軍を小谷城に向かわせました。そして、残りの兵で清洲城に総攻撃を仕掛けます。終わりの様子をご覧ください。ここで、ついに清洲城の攻略に成功しました。家康の悲願の一つが達成されました。そんな余韻に浸っている間に、盟友の浅井家が今にも滅びてしまいそうだ。家康も助けに向かいたいところですが、東から武田家の軍勢が攻めてきます。とても援軍を送れる状況ではありません。その隙をついて、織田家が徳川家の観音寺城と沢山城に攻撃を加えます。ですが、その一方で、織田家の昇竜寺城も毛利家の攻撃にさらされています。これは何が何やらわけがわからない状態だ。機内が乱戦状態になっているということだけはわかります。ああ、ついに毛利家の手によって小谷城が落とされて、浅井家が滅びてしまった。ああ、機内騒乱の中で、徳川浅井同盟は破壊されてしまいました。この戦いはどうなってしまうんだろうな。相次ぐ戦いで、徳川家も織田家も疲弊しきっているぜ。その後、徳川家は気を見て武田家に反撃を試み、その城をいくつか奪い取ることに成功しました。しかし、1583年、ついに、西から毛利家の大軍が押し寄せてきました。浅井家を滅ぼした毛利家が、再び東に侵攻を開始してきたのです。毛利家の連中、徳川家と織田家を一緒に飲み込もうとしているぜ。この一大事に、徳川家康と織田信長は一旦争うことをやめて、毛利家の侵攻を食い止めようと応戦しますが、圧倒的な物量を前に、次々と城が突破されていきました。そして、伊勢湾を通って迂回してきた毛利軍が、三河に取り残された織田家の最後の城に攻撃を開始しました。信長は自ら槍を持って応戦しますが、ついに城が陥落、織田家は徳川家より先に滅ぼされてしまいました。そして、その次に標的となったのは徳川家でした。岐阜城に追い詰められた家康は、一縷の望みをかけて必死に戦いましたが、終果的せず城が陥落、織田家に続いて徳川家もその歴史の幕を下ろしました。信長も、徳川浅井同盟も、争い合った末に結局両方とも攻め滅ぼされてしまったな。機内周辺での紛争が長く続いている間に、地方で勢力が台頭してしまいましたね。徳川浅井同盟と信長の戦いだけを見た場合、徳川家が織田家の清洲城を陥落させたので、同盟側が優勢に事を運んでいたように思いました。これと似たシチュエーションとして、姉川の戦いで浅井朝倉連合軍が勝った企画も行いますので、いずれ動画として投稿したいと思います。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。